西川義男会長の経歴西川会長は1964年頃の生まれ、和歌山県の出身、後に5代目山県組、組長となる中田浩二組長の暴走族時代からの子飼いだったとされる、中田組長が率いる、6代目山口組、4代目山県組、傘下5代目県立会内で、2代目竜神会、会長を継承して、 五代目県立会若中に就任。2015年8月に、六代目山口組が分裂して、神戸山口組が結成されると、西川会長は、一時組織を離れていたが、中田組長が、呼び戻したという、二代目中田組組長を、継承し、五代目県立会、若頭代行を務めた後、若頭に就任。西川会長は、 2016年7月に、六代目山口組、三代目小田組事務所に、車が特攻した、事件で逮捕。2016年9月に、六代目山口組、明連合会参加、井上創業、元事務所に、車が特攻した、事件で逮捕、同じ9月に、組員の自宅で拳銃と実弾を、保管していたとして逮捕。2017年8月に、 会の本部事務所で乱闘した事件で逮捕2018年3月に車の購入をめぐる詐欺事件で逮捕2020年10月には暴力団であることを隠して車庫を借りたとして逮捕と山口組の分裂以後幾度も逮捕されているがそのほとんどが不起訴処分になったとみられている2018年5月に 4代目山県組が代替わりすると、中田組長が5代目、山県組組長を継承し、西川会長が、6代目、県流会会長を継承、5代目山県組の、直参に昇格し、5代目山県組若中に就任した。2019年、8月に発生した、6代目山口組3代目行動会。 神戸事務所の前で組員が銃撃された事件で、12月にこの事件の実行犯として、中田組長が逮捕された。組長不在となった。五代目山県組は、2020年2月に新人事を発表し、西川会長は、五代目山県組若頭補佐に起用された。2020年7月、交流中の中田組長は、五代目山県組が、 神戸山口組から離脱し、一本特攻でやっていく。意思を表明。五代目山県組の、複数の幹部は神戸山口組に、残留するが、西川会長は、中田組長に準じて、神戸山口組を離脱。五代目、山県組は分裂し、独立組織となった。五代目山県組と神戸山口組に、残留した新生山県組に分かれた。 独立組織となった五代目山県組は2020年12月に新人事を発表し西川会長は五代目山マ組若頭に就任組長不在のまま独立組織となった五代目山県組を支える屋台骨となった2021年5月西川会長は新型コロナウイルスに感染し 自宅療養後にコロナ感染の指定病院の重篤病棟に入院容体は重篤で体外式膜型人工肺 ECMO で治療していたとされる2021年6月6日西川会長は入院先の病院で亡くなったと報じられた去年57歳合唱